あなたの心に火を灯す東洋思想及び神道研究家の羽賀光です。今回は幸運住まいチャンネルの矢野恵三さんをお招きしてお届けしていきます。一級建築士であり、またですね、家を建てるときにこの風水の知恵を取り入れている矢野さん、今回ね、初めてお会いしたんですけども、むちゃくちゃ面白い対談となりました。なのでぜひですね、今回見ていただきたいということはあるんですけれども、はい、テーマとなりますのが、幸せになる家、不幸になる家、その最大の違いとは一体何なのかということです。人生、幸せになる、不幸せになるね、いろんなポイントがありますが、やはりですね、人生というのは家だったり職場だったり、常に場とセットです。で、この家であったり職場っていうのは自分の心や意識に影響を与えているわけなんですね。私たちは常に影響を受けているわけなんです。だから家を良くする、職場を良くするっていうのは人生を良くする、幸せになるということとむちゃくちゃつながってくるということなんですけども、じゃあ幸せになる家を作っていくためにはどうすればいいのかということなんですね。そのポイントがございます。私もですね、普段ね、そういったアドバイスね、することもありますけども、ああ、なるほどな。やっぱりそれ大事だよな、というポイントをですね、矢野さんの角度からお伝えしていただいております。ということで、ね、これね、本当に誰でも実践できる内容となっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧になってください。それではどうぞ。あなたの心に火を灯す。東洋思想及び神道研究家の羽賀光です。今回はですね、コラボ企画ということで、見たことある方も多いのではないでしょうか。幸運住まいチャンネル一級建築士の矢野恵三さんに来ていただいております。どうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。共通のですね、知り合いの方がいまして、ね、本当に神社チャンネルと幸運住まいチャンネル両方見ている方が非常に多いということで、うん、ご紹介いただきまして、本日初めてお会いさせてもらったんですけども、いや、むちゃくちゃね、結構楽しくて、いろいろね、こう伺うお話もそうなんですけれども、、はい、本当に住まい作りとか、家って何なのかとか、幸せって何なのかっていうところが、本当にこの神社チャンネルでお伝えしているメッセージとですね、共通するところもありまして、ぜひですね、最後まで見ていただきたいと思います。で、今回ですね、アシスタントで、はい、おうち神社化計画担当しております川島文香とですね、一緒にお届けしていきます。今回はですね、文香さんの方からちょっと矢野さんにですよね、はい、聞きたいことを質問してもらうという形でお届けしていきます。はい、なんかじゃあ質問したいことをね、矢野さんの方に、うん、そうですね、はい、幸運の住まいっていうことで、はい、なんか作り方のポイントとかがあるのかなっていうのを思ってるんですけど、なるほど、はい、これどんな家でもそうなんですけど、うん、幸運に家をするためには、はいはい、家が好きになっていかないと実は成り立たないっていうのがあるんですよね。なるほど、好きになる、はい、うん、はい、家嫌いな人、実際建築士として関わられてて、うん、はい、嫌いな方多いですか、家。ね、僕たちに設計しに来る人たちは、はい、まあ、家が好きな人が多いんですけど、はい、世間一般的に見るとですね、やっぱりなんか全然ついていないとか、いろんなことを言う人っていうのは、うん、住んでる家が好きじゃない、はい、確か多い印象を受けます。僕いろんな方と関わってて、うん、そうなんですね、多い印象を受けますね、はい、まあ、少なくとも僕はまあ実家は好きじゃないかとか見てませんかね、大丈夫大丈夫です、多分見てないかな見てるかもしれないけど確かになんか実家ってちょっとなんかごちゃっとしてるような印象が私もあります。実家はまだいいんですけど、うん、自分が住んでいる家、うん、その家そのものがどうかっていうのが大きいんですよね。まずそうですよね、はい、うん、なるほど、そうなんですよ、まあ、さっきね、ちょっと羽賀さんにも家嫌いな人いるんですかっていう風な感じで、うん、はい、ここのスタッフの皆さんみんな家が好きな人多いじゃないですか、まあ確かにね、確かにそうなんですよね、うん、まあ、僕らはちゃんと掃除するんで、うん、そういうね、教えに基づいてやってるんで、まあ、うちのスタッフでは、うん、家、ね、嫌いっていうスタッフは、まあ、あんまいないとは思うんですけども、そうですね、そうですね、だから実感が湧きにくいかもわからないですけど、うん、世の中の多くの人本当にね、例えば、まあ、住んでる家が嫌いとか、住んでる家族のことが苦手とか、住んでるエリアが好きじゃないとか、なるほど、多いんですよね、本当に。それって自分の一部じゃないですか、家って、はい、で、例えば僕も関わってて、その自分の名前嫌いっていう人も多いんですよね、結構たまにいらっしゃるんですよね、はいはい、うん、でもそれって自分の一部なんで、うん、自分のことが嫌い、
これって自分の人生のことが嫌いになる、でそうなると自分の人生も不幸になっていくっていうことで、自分の家、名前、顔を好きになっていくっていうのは、うん、本当に非常に重要なことだっていうのは思いますね。言われる通りだと思います。だけど家に関してはなんか自分自身じゃないと思ってるからか、住んでる家が好きじゃないっていうのを平気で言う人いたりするんですよね。ね、自分の顔が好きじゃないっていう人もいるかもわからないですけど、ただ自分だからまだどうにかして受け入れようとすると思うんですけど、家っていうのはなんか与えられたものっていうか、なんか自分から自ら選んでいるような感じになっている人少ないんですよね。確かに、はい、だからまあパートナーがここに住みたいと言ってるからとか、二世帯住宅だからとか、もう転勤が多くて借り上げ社宅だからとか、多いんですよね、そういった形で。だから自分から選んでるんじゃなくて仕方なくっていうか、そんな感じの方多いんですよね。なるほど。なんかそういう相談とかの、はい、のってなんか答えることってあるんですか？なんかこういうふうにしたらいいよとか。そうですよね。なのでまず家が嫌いだっていう人に対しては、1ミリでもいいので家のことを好きになる努力してみましょうかって話はします。もう1ミリでいいので、例えば夜ね、雨が降ってきたと外で、でね、屋根があるから雨に濡れずに寝れたぐらいでもいいんですよ。本当に何でもいいので、1ミリでも家のことが好きだったりとか、感謝できることを見つけ出す作業がむちゃくちゃ大切。雨濡れなかったレベルでいいんですか？はい、それはもうホームレス以外みんな好きになりますよね。ですけど当たり前すぎて忘れてしまってるって言うんでしょうかね。はいはい、であるね、僕のところのチャンネルのコメントで、確かに雨風にね、さらされずに寝れてるっていうことを素直に思ってみると、それだけでもまだマシかなって。へ、だから家が嫌いな人はそれがマシだと思えるっていう感じがあるみたいなんですよ。へ、だから好きなところで住んでる人にちょっと意味がわからないってなるかもしれないですけど、本当に家が嫌いでもう1日でも早く出たいと思ってるような人とか、もう自分はここから逃れることができないと思ってる人にとっては、それが逆になんかこう見える一個光、見えてくる光みたいな感じ、そんな感じになったりするみたいですよね。はい、なるほど。その好きっていうところからどん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 また範囲が広がっていって、家全体が好きっていう感じになっていくんですかね。そうなれば一番いいんですけど、ただね、やっぱ嫌いな場所に住んでるのをひっくり返し完全に好きになるっていうのは難しいので、だから1ミリでもいいんです。なるほど。これね、嫌いっていうベクトルがこっち向いてるとするとするじゃないですか。でね、嫌いって思ってる限りいい運気はやってこないんですよ。だけど1ミリでも好きってやった瞬間、ベクトルがね、こっち側からこっちにぴょこっと変わるんですよ。こうなるとどんどんね、こっちに発展していく可能性が出てくるんです。なるほど。だからそれぐらい急激に変わるぐらいの効果はあるはずなんですよ。はい、例えば借り上げ社宅に住んでる人いるじゃないですか。だいたい1年とか2年しか住まないし、なんか家に愛情を込めて住むと出る時に悲しくなるから、もうなんかね、あんまり思わないようにしてさっと吸ってさっと出ようような人もいるんですよ。あ、そうなんですね。はい、ね、でそういう人に、いや1年でもいいからそこの家を好きになって住んでみましょうよって言ったんですよね。そしたら1週間後ぐらいに矢野さんが言うように思ったら寝心地が良くなった。朝までぐっすり眠れるようになったって言うんですよ。不思議じゃないです、同じ家なのに。確かに、はい、だから自分の中でそういう意識を持って、そういう家に住んでるんだっていう意識に変えるだけで居心地って変わるんですよね。はい、具体的になんですけど、何かこういう習慣とかこういうことを続けていったらいいよとか何かあったりしますか？そうですね、うちのチャンネルでやってて最も効果があるのが、1日10分掃除ってやつなんですよ。1日10分、はい、これね、1日10分以上掃除しなくてもいいですよっていう。逆にそれ以上やるともう疲れ果てるので、確かに掃除が苦手な人でも1日10分だけだったらちょっと掃除をする、それを習慣化つけていくとですね、家の中が見違えるぐらい綺麗になるっていうのがあるんですよ。なるほど。なんかたまにいらっしゃいますよね、お掃除しててもうヘトヘトになってしまって、はいはい、結局自分自身が綺麗になってるのに疲れ切ってしまうみたいな。そうなんですよ。だからこの1日10分掃除も10分以上やるとね、ちょっと、ね、乗ってくるんですよ。なんかやる気になってきたって。で気がついたら1時間2時間経ってやってしまうと、もう次の日できなくなるんで、なんか乗ってきたと思ったらやめてくださいって感じなんですよ。はい、超えてしまいそうですけどね。そう、ちょっと超えるはいいんですけど、ただね、それをやることで次の日にできなくなる方が、問題だっていうふうにして、だからもう、今日は5分でもいいかなとかでもいいんですよ。ちょっとやるだけでもいいです。
10分で足りるもんなんですか、家全体の、うん、もちろんでかいやつ足りないと思うんですけど、はい、意外とねできるんですよこれがね。コツコツ毎日やると、例えばあの冷蔵庫とかでも中をね見直すのに1日10分掃除、多分3日とか4日ぐらいかけたらなんか綺麗になるんですよ、うん、はい、で特にね効果を感じやすいのはダイニングテーブルの上ね、結構効果あるんですよ。ダイニングテーブル、はい、ダイニングテーブルの上って物がごちゃごちゃ乗ってる家って多いんですよ。まあそうですね、確かに、まあ、あの僕ん家とか川島家はないように思うんですけど、うん、僕の実家とかごちゃごちゃしてますなんか新聞紙の時代とか、はい、みかんの時代とかいろいろ、そうだからダイニングテーブルの上を1日10分掃除だったら、うん、多分1日で、まあ、かかっても2日で綺麗にできるはずなんですよね、うん、でピカピカになったダイニングテーブルの上を見ると心がすがすがしくなるんですよ。うん、はい、これ結構効果あるんですね。特に女性の皆さんにとってはダイニングテーブルの上がなんかね自分のなんか価値証明じゃないですけど、ダイニングテーブルの上が綺麗だったら私もいい感じってなりやすいんですよ。だけどぐちゃぐちゃになってたら私ってダメってなんか連動しやすいんです、女性の気持ちと。はい、確かになんか、うん、あのちょっとどことはあれですけども、机の上になんか七味唐辛子とか、はい、醤油とか、はい、なんか、うん、みかんのなんかあれとか、なんならなんか届いてきたはがきとかチラシとかごちゃってなってる家多いような印象を受けますよね、うん、そうなんですよね、うん、そうなると自分のセルフイメージが七味唐辛子とか、はい、なんかチラシの山みたいになってくるっていう、そうなんですよ、だからもうそういうのがにじみ出るような感じなんですよね、はい、それだからすごく清潔に綺麗にしたところにいると、はい、なんかね肌ツヤもピカッとすると思いますよ。それぐらいねなんか自分のセルフイメージにつながってるってところがあります。確かになんかたったそれだけですけど、なんかすごい自信が持てそうな気がします。それだけで、そうですよね、だから空間の一部をちゃんとコントロールできるっていうのも、セルフイメージを上げるためには大切ですよね。なるほど、はい、そこつながってない方きっと多いですよね。いや多いですよね。面白い。師匠北極老人からもやっぱ机の上物を置くのはずっと教わってきたことの一つで、うん、はい、まあ、床と机ですよね、結構大事なことってね、うん、でも、まあ、そういうと、でも私の家どっから手つけていいか、もう床も机もみたいないらっしゃると思うんですけど、まずはダイニングテーブルから始めるってことですよね、うん、ダイニングテーブルがね分かりやすいですね。うん、やっていただいたら本当にすがすがしくなるっていうんでしょうかね。はい、あともう一歩でダイニングテーブルの次はあのこういうとこおすすめしますとかありますか？そうですよね、可能であればトイレのねやっぱしね便器とかをきれいにすると、 あれかなりねやった感が出ます。なるほど、はい、でやっぱしねトイレの陶器がピカピカに光っていくと、なんかねその光り具合が自分の心が晴れやかになるのと連動する、そういうのがあって結構ですね、実はこれあの私たちのような経営者の人たちがこぞってトイレ掃除する背景があるんですけど、はいはい、それをね家に取り込んでやるとそれでもやっぱうまくいくんですよね。なるほど、はい、特にねあのイメージトレーニングとしてやってくださいねってよく言ってるんですけど、それは、うん、自分の心が磨かれるようにあのこの便器をね磨いてピカピカしてきた自分の心もピカピカになってきたみたいな感じを、思ってやると、うん、本当にやった後あの爽快感がすごいんですよ。なるほど、はい、家も綺麗になって、自分のことも好きになっていくっていう、そうですよね、相乗効果ですね、はい、今ねすごいいいなと思ったんですけど、その、うん、自分のことが好きになるっていうのはすごい大切じゃないですか、はいはい、嫌いな家に住んでいったら自分のこと好きになれないんですよ。確かに、だから家のことを1ミリでも好きになる努力をした途端、自分のことが好きになっていく方向がうまく、ね、流れていくっていう、そんな感じでしょうかね、便器のことも好きになるってことですよね自分の一部と捉えてね、そうですね、はい、面白い、面白いですね、はい、分かりました、ありがとうございます、うん、今回はですねちょっと、幸運住まいチャンネルのコラボレーション第一弾ということで、はい、お伝えさせていただきました。まずですね幸運住まいの第一条件ということで、うん、家を好きになるというところで、うん、ぜひ実践していっていただきたいと思います。まだね矢野さんとの、コラボシリーズ続いていきますので、また見ていただけたらと思います、はい、ということで矢野さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。